トリブスは古代ローマの行政区画。ここでは主に王政紀と共和世紀のトリブスについて扱う。紀元前400年から264年にかけてのローマの拡大最古の17農村トリブスの予想図トリブスとは投票権を持つ完全なローマ市民権を持った市民を検出時に居住地や資産の場所に応じて各トリブスに登録していったもので。 トリブス民会の投票単位でもあり、徴税や母兵のための単位となった行政区画であった。ローマ市内を4つに区切った都市トリブスと郊外に位置した農村トリブスとに分けて扱われ、紀元前5世紀の時点で17の農村トリブスがあったと考えられている。その後、共和制ローマの新調に伴い農村トリブスの数が増やされた。紀元前241年に、 最後の追加が行われ、最終的には4つの都市トリブスと31の農村トリブスの合計35トリブスとなった。ローマ軍団兵の募集は、執政官が毎年の民会で招集する日を発表する。その日に、兵役年齢に達した人々がローマに集まり、各軍団のトリブヌスがくじを引き、各トリブスから同じような年齢と体格のものを、軍団の数だけ選び、 9時の順番にその中から選択する。この順番を一つずつずらして何度も行い、各軍団の定員に達するまで行ったという。騎兵は10年、不評は46歳までに16年の兵営益が課され、資産が400ドラクマ以上あれば、海兵にも登録された。トリブスだけからの軍団兵募集はいつまで行われていたのか小説あるが、紀元前3世紀末までとも考えられている。 こうした兵役は市民の義務であった。トリブスはトリブス民会とプレブス民会における投票単位であり、1トリブスにつき1票を持っていた。後に、おそらく紀元前3世紀中頃と考えられている、ケントリア民会の改革によって、トリブスとケントリアの結合が図られると、トリブス民会における立法と、会政務官の選出に加え、ケントリア民会で行う。 好位政務官の選出にも影響を及ぼす投票単位としてのトリブスはますます重要になっていった。おそらくこの頃にはトリブス票の動向はほぼ完全にそのトリブスの支配的な有力士族が握っており、その影響力をケントリア民会にまで及ぼすための改革ではないかとする説もある。選挙運動選挙のたびに各トリブスの代表団はローマへ行く必要があり、 そのためにおそらくローマの中心地に各トリブスの本部が設置された。また選挙の候補者や支援者は各トリブスを回って支援を訴えていた。本部はカンプス・マルティウスにあり、そこで票と交換する証明書を発行していたのではないかという推測もある。共和制の後期には毎年7月に 執政官とプラエトルの選挙が行われていたが、全国から農村トリブスの資産家がローマへやってきており、彼らの影響力は都市トリブスのプレブスよりもずっと大きかった。投票の際には順番が決まっており、パピリアクが最初に投票したことがわかっている。ディヴィソレスと呼ばれるトリブス票のまとめ役がいたが、彼らは候補者からトリブスへ賄賂を渡す役割も担った。例えば、 アウグストゥスの父ガイウスは裕福ではあったがこのディウィソレスであった。彼らはもともと自分の所属するトリブスの有力者から金銭を受け取り配っていたが、徐々に他のトリブスの有力者のためにも票を取りまとめるようになったという。対立候補を落選させるため、全トリブスのディウィソレスを家に集め、金銭を与える者も,もいた。こうした不正な選挙運動に対する規制法は、 共和制末期に幾度も定められているが、あまり効果がなかったと見られている。また、投票の際、候補者がいかにも名前を覚えているかのように人々に呼びかけるため、どこの誰が投票しているのか候補者に教えるための奴隷もいたといい、後に違法とされたが必要悪とも認識されていた。ただ、トリブスを同じくする人たちの面倒を見たり、友人の立候補者のために、 自分のトリブス票を集めたりすることは礼儀に則っ,った昔からの人間関係とみなされており、また同じトリブスに所属する有力者主催の協議会や晩餐会に招待される監修もあったようである。また報酬を得て候補者の太鼓持ちとして付き従い、いかに立派な人間であるかアピールする人々も存在したが、恩義を受けても貧困ゆえに返すこともできず、 せめてもと選挙運動について回る人々もいたという。戦時特別税の徴収もトリブス単位で行われていた。詳しい実態は不明だが、おそらくある程度の資産を持ったトリブにアイラリーと呼ばれる人々が検出によって明らかになった資産額に応じて個人から徴収し、兵士に支給していたと考えられている。 このトリブニアエラリーの徴税官としての役割は、第二次ポエニ戦争後には、クアエストルにとって変わられたと考えられており、戦時特別税も、第三次マケドニア戦争によって、ローマの資金が潤沢となったことから、それ以降徴収されることはなくなっていった。市民が政務官より死刑、もしくは上限を超える罰金刑を言い渡された場合、民会で審判が行われた。死刑の場合は、 ケントリア民会、罰金刑はトリブス民会の役割だった。こうした政務官の判定に不服がある場合の上訴についてはプローカティオと呼ばれ、古くはプブリウスワレリウスプブリコラから幾度か法整備されている。ただし独裁官や常設新聞書の判決は覆せなかった。おそらく紀元前2世紀頃には、 各トリブスから3人ずつ民事法廷での審判人が選ばれ、ケントム入りと呼ばれており、また、紀元前1世紀となると、後半でも審判人として15人ずつが選ばれるようになった。この100人委員会の起源については、12、標法以前とする説もある。主に資産や相続の問題に関わっていたと考えられており、通常まずプラエトルに対して訴えがなされ、 百0に人委員会から選ばれたグループの一つへ送られた。3世紀まで存続していたとされる。審判人はもともと元老院議員のみで構成されていたが、紀元前123年の五民間、グラックス定によって定められたセンプロニュース法の一つによって、議員の代わりにエクイテスが選出されるようになった。後に、スッラの定めたコリネリウス法の一つによって議員が、 審判人に復活したが、紀元前70年にプラエトルだった、ルキウス・アウレリウス・コッタが定めた法によって、言動委員議員、エクイテスと、以前の朝税官と同じ名称のトリブニア・アエラリーと呼ばれる僧都が、同数選出されるようになった。後に、カエサルによって、トリブニア・アエラリーは審判人から外されている。ゲオルク・フランツ・エベンヘッヒ作。 ローマ人によるサビニ女の誘拐紀元前753年、古代ローマはロームルスによってパラティヌスの丘に建国されたと伝えられる。キケロによれば、共同統治者であったサビニ人のティトスタティウスの死後、ロームルスは以下の3つのトリブスを創設したという。ロームルスは、それぞれのトリブスにその長として1人のトリブヌスを選び、さらに各トリブスを10に 細分化して、それをクリアとし、それぞれのクリアに一人のクリを定めたという。この初期の三つのトリブスが、どのような区分で作られたのかについては、など、様々な考察がなされている。また、トリブスの語源が、ラテン語で3を表すトレスであるのかどうかもはっきり、していない。セルウィウス上壁と、各トリブスの位置関係とし、トリブスリウィウスによれば、 王政ローマ六代目セルウィウス・トゥッリウス王は、検出を行い、資産に応じて、市民を6つのクラシスに分け、ケントリアを整備したが、その時町を4つの区域に分け、まさに地区として4つのトリブスを定めたとしており、トリブスの由来をトリブトゥムであろうとしている。トゥッリウス王は、検出の終了時に行うルーストルムを4回行ったと、言う。ハリカルナッソスのディオニューシオスによれば、 スッリウス王は、ローマの79をセルフィウス城壁で囲むと、ローマの町を4つの区域に分けて、住民を登録した。他にちなんで、それぞれ、と名付けられ、住民が他の国に移住することも登録し直すことも禁じると、以後これまでの3つに代わってこの4つのトリブスが、行政の基本とされたという。農村トリブスディオニュシオスはまたを紹介しているが、 より信頼に値するかとはいくつに分けたかは記していないとしている。こうした各トリブスには高台に避難所が設けられ、徴税や徴兵、祭祀のための役人が置かれたという。この26という数字は、紀元前1世紀の歴史家、マルクス・テレンティウス・アロのデビータ・ポピュライ・イロマニーの断片にも現れており、これもほぼ間違いなく、トゥッリウスによる分割を指すと考えられている。 最古のトリブスに関わる年表この四つの都市トリブス以外の農村トリブスについては王政ローマ二代目の沼、ポンピリウスが平和のために農業を奨励し、領土をパギと呼ばれる地区に分けて監督したとプルタルコスが書き残している。ディオニュシオスも農村に設けられた避難所アパイワンマと呼ばれ、トリウスは農村トリブスで毎年守護神に生贄を捧げるパガナリア祭りを 行うよう定めたとしており、農村部では、トリブスではなく、パグスと呼ばれていた可能性があり、他にも都市は、トリブスで、農村は、パグスとも読める資料も存在はしている。この農村トリブスの数については、リビウスが、紀元前495年に、ただ、ローマに21のトリブスが設置されたとだけ書いているが、本来のリビウスの写本においては、 紀元前495年時点では31トリブスとするものがほとんどであり、その後のリウィウスの記述と矛盾することから21に肯定されている。このセルウィウス改革については、などがある。また農村トリブスの名称について、失政肝クラスを出した種族から来ているであろう。名称が多いが、他の一部は地名から来ているという説や、 単に死生官クラスを出さなかっただけでそのために名称を知られていない士族からであるという説もある。一方、最初期のケンソルが不定期に選出されていたことから、農村トリブスはそのトリブス設置法を通した士族の名前を冠しているのではないかとする説もある。その場合、リウウスの記述とは大きく異なる時期が想定される。ローマ領は、い有地とそれ以外とに分けて考えられ、 トリブスとして登録されたのは、公有地以外であった。ローマ領の拡大に伴って、植民地の建設が行われた場合や、植民者にある程度の公有地を個別に与える、個人的土地分配が行われた場合に、既存の農村トリブスに追加して登録されるか、必要に応じて、新トリブスが設立された。ローマは征服した地を併合して、公有地とし、 共闘歩としてのラテン植民地を作り、残ったところに市民が個人的土地分配を受けて入植したのではないかとも考えられており、トリブスが設立される時にノビレスも参加したことが見て取れるという。また、紀元前200年には大好きピオの配下であった大役兵にも個人的土地分配が行われている。しかし、 この個人的土地分配は、トリブス間のバランスを取ることが難しく、トリブスの新設がなくなるとともに減少していった。フランソワ・ニコラ・シフラールが、カリア人によるローマ合略他の民族に対しては、トリブス新設の際には特権を与えられていた外国人を取り込んでいた可能性があり、紀元前4世紀前半、マルクス・フリュスカ・ミルスによる、 ラティウム平定の際、無抵抗で降伏したトゥスクルムには完全な市民権が与えられた例もあるが、制限された市民権を与えた場合もある。紀元前353年にカエル人に対し、ローマがガリア人に占領された際に、ウェスタの諸女と共に人儀を保管してくれた、御例として初めて投票権なき市民権が与えられたというのが、帝政ローマ時代の定説となっていた。 ただ、この、投票権なき市民権を与えた例は、紀元前3世紀中頃が最後で、それから、紀元前2世紀にかけて、投票権なき市民権を持つ、外国人に、民会の決議によって、完全な市民権を与えるようになり、また、紀元前2世紀頃から、新たに植民主を創設する際には、一定数の外国人を取り込み、彼らもトリブスに登録するようになっていった。 投票権なき市民権を持った人々も兵役義務は果たしていたと考えられ、軍団に組み込まれたのか、それとも言語の違いなどから別部隊とされたのか小説ある。このような経緯から一つのトリブスが連続した領域を持っていたとは限らない。そもそも土地を区分した後に人々が移住するわけではなく、植民史建設や個人的土地分配によって移動したり増えた市民を、 各トリブスに登録していったわけで、むしろ戦略的な防衛上の必要性から、ラテン植民主や他民族の有力都市の領域の間に配置された可能性が高く、後々それらの都市が完全な市民権を得ることで、トリブスの分断が解消されたのではないかと考えられている。しかし結局、ローマがイタリア半島を統一し、全イタリアの自由人に市民権が与えられた、 キケロの時代になると、イタリア中にバラバラに分断された、トリブスを覚えるのは選挙の立候補者にとって一苦労であったらしい。検出は、もともと王や、執政官が行っていたが、紀元前5世紀中頃にそのための政務官検ソルが設置された。検出は、トリブス単位で行われ、各市民はそれぞれ個人名、私族名、父、または保護者名、所属トリブス。 家族名、年齢、所有資産が登録された。3文字に省略される、トリブス名は、市民の正式名称の一部だった。例えば、弁護士にして、文筆家としても有名な、キケロの公文書における表記は、エムトルリウス・エムエフコル、キケロである。紀元前4世紀中頃から、検出時にトリブスの再編、追加が行われるようになった。また、 不貧乏なものに罰を与えるケンソルの建築の一つとしてトリブスから移すことが行われるようになった。例えば古代ローマでは演劇は癒しいものとみなされ、役者がこの建築を受けている。従来これは文字通りトリブスからの排除、もしくは都市トリブスへ移されると考えられており、土地を持った人々が登録された農村トリブスから、 解放奴隷や非着室氏が多く登録されていた、都市取り部勢のある弓格下げと考えられてきたが、資料が少ないため根拠が薄く、必ずしもそうでないとする説も出てきている。また、おそらく戦時特別税を過重にかけられる、アエラリーという身分に落とされる建築もあり、その者たちは、もともとは名誉ある地位であったはずの、帰り人の表にその名が刻まれる習慣が出来上がったとされる。 このケンソルの建跡では、紀元前204年、お互いのケンソルが、こういう場を没収し合い、さらにはカズトがもう一人をアエラリーに落とすと、報復にもう一人が、全35トリブスのうち34トリブスまでを、丸ごとアエラリーに落とす処分を下したエピソードがある。以前受けた個人的な恨みを晴らすためと、無実の罪を民会によって、有罪とされた、報復のためであった。 民会での立法によって都市や民族に対する市民権の付与が決定されたとしても後の検出で個別に調査の後取りブスに登録される必要があった。また検ソルは資産に応じて県トリア民会における登録、暮らしスも決定するため非常に大きな影響力を持っていた。紀元前312年にはこれまで土地を持っていた市民のみを登録していたトリブスに 土地を持たない解放奴隷などの無産市民を登録することを決定したが、紀元前304年に無産市民は4つの都市トリブスのみに登録されるように変更される。この方針は紀元前220年に再確認されたが、紀元前2世紀には、ケントリアの第1、第2クラシスに相当する資産を持った解放奴隷は農村トリブスへの登録が認められるようになっていた。 しかし、紀元前168年には、ケンソルの一人が解放奴隷、無産市民のトリブスからの追放を主張し、結果として、解放奴隷や無産市民は、くじ引きで決定した都市トリブスのうちの一つに登録されるようになる。そうしたことから、農村トリブスに比べ都市トリブスは劣ったものという認識がなされるようになっていった。ただ、都市トリブスでも、 解放奴隷や非着出氏が多く登録されていた。コッリナクとパラティナクには、同時にエクイテスや、元老院議員、果ては、パトリキの家計も登録されていたという指摘もある。その後も、解放奴隷に市民権を与えることで自己の権力の源にしようという先導政治家は、現れるが、特に激しくなるのは、内乱の一世紀に入ってからで。 紀元前130年頃に無記名投票が導入されると解放奴隷の票のコントロールが効かなくなり、また紀元前58年に小麦の支給が無料化されたことによって奴隷を解放して彼らに支給される小麦を差し出させる主人が続出した。穀物供給担当官だったポンペイウスは激増した解放奴隷を把握するために調査を行う必要があったほどで、 解放奴隷を煽り、市民権を与えることを約束して、味方につけようとする五民館、ガイウスマニリウスは、解放奴隷をその元主人と同じトリブスに登録する、ことで、都市トリブスでの票読みを激変させようとしたり、プブリウス・クロディウス・プルケルは一度は、元老院によって解散させられた、解放奴隷のギルドを復活させ、パラティナクやコリナクの支持者からなるボートを政治に利用した。 スエトニウスによれば、カイサルは、穀物無償受給者を32万人から15万人まで減らし、ギルドを解散して8万人の解放奴隷を海外の植民地へ送ったという、同盟史戦争前のイタリア半島。赤のローマ領、茶色のラテン植民地、緑の同盟国が複雑に入り組んでいる、ラテン植民地独自の最高政務官とその子供には、おそらく紀元前123年に、 ローマ市民権を与えることが決定されていたが、紀元前一世紀初頭の同盟主戦争によって、原則としてポーガー愛南の全自由人にローマ市民権が与えられることが決定された。これによって、公有地以外の土地は市民権を得た自治市に振り分けられ、個人的土地分配も吸収されることとなったが、新市民をどのトリブスに登録するかは大きな問題で、彼らのために、 既存の35トリブスの後に投票する10トリブス新設が決定され、ユリウス法を定めたルキウスカエサルが、ケンソル職に就いたが、マリウス派とスラ派の争いのため検出を行うことができなかった。最終的には、金ナの影響力によって、紀元前86年からの検出で新市民は、既存の31農村トリブスに登録されることとなったと考えられている。 相次ぐ内乱で過疎化の進んでいた一部の農村トリブスは元ラテン植民史や新市民登録による新たなコミュニティ形成によってその重要性を徐々に失っていくこととなる。検出ではトリブスではなくムニキピウムへの住民登録に置き換えられた。ヘラクレアの青銅板の裏面に刻まれた内容から遅くとも同盟史戦争後にはローマの検出に合わせて 各地方自治体ごとに検出を行い、検ソルにデータを提出するよう定められていたことが分かっている。また、同盟市民軍が正規軍化したことで、徴兵係は地元の有力者の協力によって、各地で徴兵するようになった。共和成果で行われた検出は、紀元前70年が最後であり、この時に登録されたローマ市民の数は、前回からほぼお倍増した。 これには、ポンペイウスの影響が強く示唆され、スラハに対抗するためであったとする説もあるが、単純に前回の検出では全イタリア人を登録しきれなかったのではないかとする説もある。その後の市民の登録については、おそらく自治市に登録されたものは、トリブス民会での投票が許可され、ケントリア民会における登録クラシスは、父親のものを継いだのではないかと予想されている。 マリウスの軍政改革によって、ローマ軍の主力に無産市民が増加し、退役ごと地を与えられ市民権を取得すると、彼らをどのトリブスに登録するか決定する権利は、有力な将軍への論功交渉として与えられるようになった。例えば、グナエウス・ポンペイウス・ストラボは、ヒスパニアの騎兵中隊に、 市民権を授与する権利を与えられており、第二次三党政治時代のオクタウィアヌスは、退役兵とその家族に好きなトリブスに登録する権利を与えている。ありがとうございます。